刀に呪いを込めるいやいやみな調子はどうだいホースフレイヤーの逆横だよ今回は呪術回戦ゼロに登場するオッコツユウタの刀を作ってみました呪力を込めるとこのように光りますというのは建前でここにスイッチがあって 押すと光ります。部屋を真っ暗にした状態だと、こんな感じにとても綺麗に光ります。それでは早速、みんなで作りましょうまずは、刃のパーツを切り出します。透明のプラスチック板から型紙を使って切り抜いていきます。透明のプラスチック板は、ホームセンターで買いました。 透明なので見づらいですが2枚切り抜きました。COS ボードという材料から残りのパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。 型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。 ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮をむいて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。 曲げた棒とプラスチック板から切り出した刃を瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤は100均のやつで OK だよ !LED テープというものを使って電飾します 12V の電池をつなぐだけで発光します。程よい長さにハサミで切ります。LED テープは Amazon などのネット通販で手軽に買えます。後ほど刃の棒部分に接着するのですが、今のままだと幅が広すぎるので、 両端をハサミで切ってしまいます。リード線をハサミで切って電光ペンチで先端を向きます。こういったものはホームセンターで売ってます。LED テープの先端に先ほどまでカットしたリード線をハンダ付けします。ハンダコテやハンダそのものもホームセンターで売ってます。この時点で一度発光のテストをします。12V 電池とつなぎます。 1 2ボート電池はホームセンターで売ってます。LED テープの裏面にシールがついているので、それを使って刃の棒部分に貼り付けます。シールだけでは粘着力が心もとないので、さらに瞬間接着剤を垂らしてしっかりと固定しておきます。LED テープを仕込んだので、もう一枚の刃と棒を瞬間接着剤で接着します。 刃先をボンド G クリアーという粘着性のあるボンドで接着します。ボンド G クリアーはホームセンターで売ってます。厚紙などをハケ代わりにして内側に塗り込んで貼り付けていきます。峰にある隙間をグルーガンで埋めてしまいます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱へ溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや百均で売ってます。プラスチックの板を帯状に切り出します。 ボンド G クリアを使って帯状に切ったプラスチックの板を峰に接着します。COS ボードのパーツを端に1枚瞬間接着剤で接着します。これで刃の組み立ては完了となります。逆用が呪術改正の動画は他にもたくさんあります。この動画の後に他のも見ていってくださいね。 つばを組み立てます。3枚ある COS ボードのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせます。さらに細かなパーツを上下に接着します。穴が開けてあるので、そこにリード線と刃の棒部分を通して瞬間接着剤で固定します。つかを組み立てます。まずは2枚の COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。 後ほどスイッチを埋め込むための隙間を切り抜いて作っておきます。リード線をカットしてしまいます。そして電光ペンチを使って先端を剥いておきます。スイッチをハンダ付けします。 こういった電子工作用のパーツは電子工作の専門店で買うかネット通販で買うと良いかと思います。サイトの方にこういったパーツを売っているお店のリンクを貼ってありますのでそちらも参考にしてください。リード線と刃の棒部分をまとめて瞬間接着剤で接着します。スイッチの根元あたりをグルーガンで埋めておきます。 上からもう一枚 COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。電池ボックスをハンダ付けします。電池ボックスは単語電池用の電池ボックスを使っています。こういったものも電子工作用のお店で売ってます。電池ボックスを瞬間接着剤で柄の根元の方へと接着します。隙間にグルーガンを盛り付けて隙間を全部埋めてしまいます。 つの端を斜めに切って少し丸みを帯びた感じにします。つの両端に COS ボードのパーツを1枚ずつ接着します。これは後ほどつに貼り付ける予定のパーツです。あらかじめ型紙を使って模様をマーキングしますので、ハンダゴテの熱で筋を彫っていきます。 COS ボードを掘ると先端が汚れてハンダ付けができなくなってしまうので COS ボード加工用にハンダごてを1個用意しておいてください。加工したパーツをつかに瞬間接着剤で接着します。これで組み立て完了だ次は塗装に行くぜ逆用は動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。 これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。刃の部分はベッド、後で塗りたいので、新聞紙とマスキングテープを使って保護しておきます。マスキングテープはホームセンターで売ってます。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装仕立です。これを塗ると塗料の塗りが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。 ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが変いたらまずはベースカラーとして灰色や黒をパーツに塗っていきます。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。エアブラシを使って束の部分を赤に塗っていきます。動画ではエアブラシを使ってますがラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。 塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもヤーブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。残った部分は筆でサクッと金色に仕上げていきます。塚の模様が目立つようにマジックで黒く塗っていきます。刃を塗ります。塗料のりが良くなるようにまずはプラスチック用下地を塗っておきます。こちらはホームセンターで売ってます。 エアブラシを使ってほんのりと白をのせていきます。これはスプレーでやると色が乗りすぎると思うので、エアブラシがない方は薄めたものを筆で何度も塗り重ねるのが良いと思います。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。左右1枚ずつ必要ですので2枚マーキングします。それをカッターナイフで切り出します。 できたものを貼り付けます。エアブラシで暗めの銀色を塗ります。そして最後にドキドキのマスキング剥がしタイムです。これが綺麗に仕上がっていれば、刀は完成となります。全長は100センチ、重量は150グラム、手元のスイッチで発光します。中に鉄の棒が入ってますので、このように振り回しても大丈夫です。 鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー。こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。 こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。接着後は丸みを帯びてしまっているので、熱を加えて少し平らにします。動画ではヒートガンという熱風を送る道具を使ってます。こちらはホームセンターで売ってます。ライターやガストーチなどでもできますが、火の扱いには十分に注意してください。やの両端にパーツを接着していきます。 最後に下げを結ぶためのパーツを接着したら、これにて組み立て完了。次は塗装です。塗装を行います。塗装の流れは刀と同じです。まずは造形ベースを塗って、ベースカラーを塗って、本体の色を塗り上げていきます。下げを結びます。手芸店で買った紐を2メートル使います。 結び方を解説してくれてるサイト様があったので、それを参考に結んでます。リンクを貼っておきますので、実際作られる方はそちらを参考にしてください。というわけで、これにて一通り完成だよ鞘の全長は80センチ、重量は100グラムとなります。すべて作るのにかかった製作時間は11時間、材料費の目安は2500円です。おまけで余った生地とかを使って、 刀を入れる袋も作ってみました。劇中でもこういう袋に入れて運んでますよね。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。というわけで皆さんもこの刀を使ってリカちゃんの呪いをもらい受け、いずれは全てを手中に収めてね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。逆ヨガ、Twitter やサブチャンネルも見てね。